夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本の木、どこから来たんだいと笑う、目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した。私なんて誰に理解もされないまま、待ち外れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせないで固まった心、一人ぼっちで諦めて見つけたものに安堵する日々は、憧れることくらい許してくれますか。だんだんと流れ出した生まれてしまった理不尽でも案外人生なんで、私の中じゃねえねえと今未来を想像して膨らむ世界は共感してでもロックしてくれないですか。外を眺めてると、突然に聞こえてきたあの喋り声。飲みかけのハーブティーを机中に撒き散らし、どうしようとドアの向こうを見つめました。目を合わせると石になってしまう、それは両親に聞いたこと。私の目もそうなっているようで、死になってしまうというと、ただ笑った。僕だって死になってしまうと怯えて暮らしてた。でも世界はさ、案外怯えなくていいんだよ。だんだんと鳴り響いた心の奥に溢れてた想像は世界にずっとしなり出して、ねえねえと今未来を教えて。のフードを少しだけ揺らして。